ジャン・イタール、ジャン・イタールは、フランスの医師で、ローア教育者。通常、ミドルネームを抜いて、ジャン・イタールと表記される。フランスの上流階層の出身で、医学教育を終えた後、まず外科の仕事に就いた。1800年、パリの後に、王立ローア研究所となる機関の主任医に就任。同年のうちに彼は、その最も有名な教え子、ビクトールに出会う。いわゆる、 アベロンの野生児である。カンヌの森アベロンで1799年、完全なら体で、そぼ通極まりない状態で発見された子供で、当時11歳、もしくは12歳くらいと推定された。その子のその後のドラマチックな運命は、当時世間の大きな関心の的でもあり、彼が書き残した著作でよく知ることができる。1801年と1806年の、よく知られる、 報告書の中で、イタールは彼の多年にわたる授業と教育の試みを詳細に記録し、また、それを正当化しようとしている。有能な医師としてのイタールは、午前中に自分の担当の患者を診察し、午後遅く、老和学校の仕事に戻るという変則的なスケジュールを日課とした。1821年、彼は医学界のメンバーに推挙された。 また1821年には耳と聴力についての研究論文も発表している。これがジビ備ン工科学での彼の先駆的な業績として高く評価されるに至った。ビクトールについての教育学的な業績や言語、教育、聴力を失った人たちに対する訓練などを通して、イタールは老和教育や精神障害児の教育の分野でも先駆者としての評価を与えられている。 イタールにより発展させられた方法や教授教材は、後に彼の弟子たちにより障害児の教育方法として完成されるに至った。マリア・モンテス総理により、あるいはその一部は彼女により改変されて、幼稚園から小学校までの健常児や障害児の教育現場で人気の教材になっている。ありがとうございます。